西岸駅は石川県七尾市中島町街にある能登鉄道七尾線の駅である。愛称は小牧風駅。丘陵小牧台に由来する能登半島中部、七尾市北部に位置する駅。国道249号と並行し、西側には田園地帯、東側には七尾西湾と小牧台という小高い丘陵を望む。相対式ホーム2面2線で。 交換設備を有する地上駅。上りホーム側に駅舎がある。古線橋はなく、駅舎と反対側のホームとの行き来には、七尾寄りの構内踏切を渡る。終日無人駅であり、窓口の跡も残っているが使われていない。また、自動券売機は設置されていない。案内上の乗り場番号は設定されていない。駅前駐車場、駐輪場が設置されており、無料で使用できる。 東側沿岸にはマリーナが整備されており、駅近隣には飲食店や貸別荘、入浴、宿泊施設も営業している。駐車場駐輪場施設駅前に、七尾市、コミュニティバスの、西岸駅バス停が設置されている。能登鉄道七尾線、能登中島駅西岸駅、能登鹿島駅七尾方面ホームに設置された、湯の詐欺駅の駅名標。花咲く。 イロハのモデルになったことを記念して設置されたもの。ドラマロケ地1994年12月19日に、富士テレビ系で放送された、テレビドラマ、妹よ最終回の一シーンのロケ地として使用された。アニメモデル2011年4月からテレビ、金沢などで放送された、テレビアニメ、花咲くイロハに登場する、湯の詐欺駅のモデルとなったことから、同年4月29日に、 七尾方面行きホーム穴水よりの駅名標を湯の詐欺駅のものにするイベントが、野戸鉄道と PA ワークス共催で実施された。アニメ放送終了後も半年間は掲示予定としていたが、それ以降も色あせた場合は、交換をしながら2020年2月現在も掲示は継続されており、対抗する穴水方面行きホームの穴水より駅名標にも同じものが取り付けられた。なお、 湯湯ボンボーリ祭り開催日前後は、駅舎の看板含めすべての駅名標が湯の詐欺仕様に交換される。駅舎内には、駅を訪れたファンによる寄贈品や駅ノートを兼ねた聖地巡礼ノートが設置されており、花咲く色派関連のポスター類が貼られている。PV ロケ地道ア,アニメの第13話からの主題歌にもなっているなナ,ナンバーライプのフィフスシングル。 面影ワープの PV にも当駅が登場する。ありがとうございます。